第2次オーディション開催したいと思います。よし、TBSK ですね、バラエティ番組だったりを担当してもらっています。オグタナチャンネルの内藤さんが運営するシェアハウスっていうところに参加しています。この SD スタジオさんは事業もしてるし、理論でも攻める。メンバーで行くんだったらあんま表向きじゃないんだよ。言われると自分も気がつく。逆に自分が地元にいるときは看護師として仕事をさせていただいたんですけど、それで人生終わるって考えると他の人と同じだなと思って、向上心をずっと忘れずに一つのことを続けられるっていうことが強いのかなと思います。最後の一言、はい、はい、今泣きそうなんですけど、はい、これで良かったです。いやーありがとうございます。いやもう関さん、ついにやってきました。やってきました。オーディションのね、当日です。はい。はい。書類審査通った方が来てくれてます。はい。先に言っとくけど、あんま俺たちが上とかもないと思ってもらった方がよくて、わざわざね、遠くから人生変えようと思って駆けつけてくれてるんで、うん、そこにはちょっとリスペクトを持った上で、そうですね。いろいろ質問とかしてもらえれば、うん、自分たちがもっと上に行くために、まあ、力を借りるという大それた言い方だとそういう感じなんで、うん、まあ、ずっと一緒にやっていくわけだからね。そうだね、うん、ということで、まあ、すごい楽しみにしてます。どういうとこを見てます？今日はせっかく会ったから俺は表情を常に見たいですね、うん、もうあんま自分の手元を見ずにみんなの表情を見たいですからね、うん、書類ではそれじゃ唯一の部分だと思うんで、どれだけ本気の気持ちで来てくれてるかっていうところみたいな、喋り方とかも覇気とかでも伝わるじゃん、うん、その本気度具合みたいですよね。大輝は俺はもう入ってきた瞬間から見るよ。入ってきた瞬間のあの全員入ってきた瞬間から見るよ。俺はフィーリングっすね。フィーリングね。その場で簡単な話、一緒に人生歩みたいって思うかどうか、うん、そこじゃないかな。そう、楽しんでやっていきましょう。よし、はい、はい。YouTube 以外の企業の仕事の会社があるんですけど、はい、そのやることとか、うん、全然お伝えしてなかったんで、まあ、一旦そっちの詳細を軽くお伝えしようかな。で、なんでお伝えするかっていうと、シンプルにそっちの会社の編集者とかスタッフが、そっちの会社に関してはどんどん人が欲しいっていう状態で、うん、どんどん大きくなっていく感じなので、何やるかちょっと具体的に言っとこうかなっていう。簡単に言うと、まあ、会社があって、その会社のアカウントを作るのお手伝いです。それがお手伝いっていうか、もうほぼ全部。全部担当するっていう感じですね。撮影もやるし、編集もやるし、基本的に編集は必須ですね、今の段階で、うん、後々営業だけとかも欲しいんですけど、今は編集できないときついかなっていう現状です。ということなんで、まあ、メンバーと別でショートの動画の会社に関しては人材いつでも欲しいんで、うん、編集できる方は今より多分ね、収入は上がると思いますんで、もうちょっと違うアクションしてみたいなとかある方はぜひ連絡してください。はい、お願いします。大人がね、あーってなる感じの、あーって、はい、あの大工事してまして、なるべく音ないところで喋りたいと思いますが、はい、まあ、こんな感じで事故で入る時があります。はい、許してください。よろしくお願いします。男性グループになります。はい、おー、男性スタイル、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。でまず自己紹介から、右の方からお願いします。はい、神奈川県から来ました、金子愛です。高橋翔です、23歳です。現在は主に TikTok ライブとかで配信をしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京都に住んでます。てるてること高尾です。今日は本気で受けに参りますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。群馬県から来ました19歳の渡辺ベッと申します。まず僕らの会社でやることなんですけど、1個はメンバーなんですけど、メンバーじゃなく裏方として普通に一緒の会社に入ってもらう人も募集してて、なんで2個枠があるという感じになってます。まず思いを語ってください。もともと人に勇気づけるっていう仕事をしたくて、自分がその演者に側になれたら、その人に同じく勇気づけられるだったりとかを届けられたらなと思ってます。
エンタメを仕事にしたいっていう、まとめるとこういうことでいいですか？はい。ずっと YouTube で有名になりたいと思っていて、なかなか自分の理想を叶えることができずにこれまでやってきました。その中でこの ST スタジオさんは理論派、事業もしてるし、理論でも攻める、最近では新しいことにも動画のテイストを変えてきている、こういうところが僕の考えとすごく一致していて、ぜひ入りたいなと思ってこの度をしました。それは嬉しいな、うん、すごい感じ。自分今普通に仕事をサラリーマンしてるんですけど、結局親に言われたまんまの人生を歩んできたんですけど、目立つことが昔から好きだったんで、昔閉ざしたままの目標を叶えるなら今しかないと思って今回応募させていただきました。高橋くん、はい、ST スタジオである理由を教えてほしいです。全員で、まあ、ちゃんと何ていうんですか、一つの目標に向かってるだなっていうのがすごい伝わってきて、まあ、その中に、まあ、自分も入れたらいいなとは思っていたのでっていう理由です。はい。ST スタジオの新メンバー募集しますっていう動画で、編集必須で演者の人と、それか編集はできないけどめっちゃ自信がある人がメンバー募集しますっていう話をしたんですけど、はい、めっちゃ自信あるぞと、そういうのありますか？そうですね、僕は、まあ、編集技術は全くない状態ではあるんですけども、基本的に負けず嫌いっていうのと、向上心をずっと忘れずに、まあ、一つのことを続けられるっていうことが強いかなと思います。この中でメンバーじゃなくてもいいから働きたいですって人ってどのぐらいいるんですか？次はメンバーじゃなきゃって感じなんですか？そうですね、希望です。発表しちゃっていいですか？うん。次に通過するかどうかをもう一人ずつ発表する感じになってます。金子さんですね。はい、金子です。結論から言うと、不合格となります。はい。シンプルに編集できないっていうところで、即戦力っていうところが、まあ、ぶっちゃけ欲しいっていうので、はい、メンバーでなくても入りたいって言ってくれてたので、それが本気なんであれば編集を自分で学んでみて、それで僕たちどん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 多分募集は増やしていくので、企業のショートの会社はめちゃめちゃ人が必要なので、やるっていうんであればもうその動きを見て僕にやっていきましたっていうのを言ってくれれば、そこでストーリーもありますし信用もそこで上がると思うので、その時にまた一緒になれればなっていうふうには思ってます。こういうのも縁だとは思ってるんで、やってくれるのであれば僕は一緒に進みたいなと思いました、うん、ありがとうございます。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。翔也っていうんですかね。はい、翔也です。翔也さん、はい、二次審査合格です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。理由としては一人だけ目線を反らさなかったっていうのたつきが、まあ、見てまして、一人だけちょっと覚悟は違うんじゃないっていう評価をしました。はい、ありがとうございます。僕が気になっているのは、まあ、正直取り繕っている感が僕には伝わってしまっているので、はい、三次審査は多分一緒に何かを取るっていうそういう審査になるので、はい、その時にそういうのを払拭できるような準備をしてもらえると。わかりました。高尾さんはメンバーとしては不合格です。はい。ただその編集ができるっていう点で僕らのそのもう一個の会社、ショートの動画を作る会社に興味があるんであれば話をもうちょっとちゃんとしたいなと思ってるんですけど、はい、その辺ってどんな感じ？ぜひお願いします。次いいんですか？さっきダメって言ったから、うん、いやできればっていう言い方だったから、まあね、まあ、ゆうきくんですね。第二次審査不合格となります。ただ、踏み出してくれたんだろうなっていうのはもうすごい会話から伝わってたので、はい、今後のためになればなっていうことで僕たちからちょっとアドバイスとかさせてもらえたらなと思います。うん、親のことが人生ちょっと付きまといすぎてるんで、結局親に言われたまんまの人生を歩んできたんですけど、目立つことが昔から好きだったんで、自分の人生なんでマジで今このアクションしてくれたようにこれから先の人生も自分で決めてどん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 アクションしていったらいいと思います。まだ言ったら19、20ですから。そうですね。全然何やったって終わ
りじゃないですか、ね、そうそう、でもね、文から伝わる通り、うん、もうこれでダメだったら終わりだみたいな考えしてるじゃないですか、うん、そうだね、全然全然、25まで好きなことやったらいいと思う、本当に他の3人の方が、割とみんな個性強めだったんですよ、うん、なんで、あ、もう、俺は多分何も忘れないまま、いやいやいや、ちゃんとみんな光るものは各々あるから、うん、ありがとうありがとうありがとうございます。自分の人生生きてください。アドバイス最後に一言、はい、はい、あの今泣きそうなんですけど、はい、あの来れてよかったです。いやーありがとうございます。いやもうこちらこそありがとうございます。いや泣かずにさっきヒントは言ってるからね、編集さえやってくればもう一生一緒に働けるからありがとうございました。ありがとうございました。いやー感動的ですね。心動くなこれ、ね、うわー気持ちが伝わるなこれ。いや伝わるなぁ。埼玉県から来ました伊藤梨乃です。17歳です。お願いします。お願いします。17歳、はい、です、現在28歳です。よろしくお願いします。お願いします。YouTube やってるんですね。はい、今ちょうどウルタナチャンネルの内藤さんが運営するあの YouTuber のシェアハウスっていうところで暮らしていて、今一応10万人を目指して活動しています。なんでじゃあまず応募したかっていうところですね。 YouTuber になりたいなってずっと思ってきていて、まあ、商業科に入って、まあ、これからまずプログラミングとかそういうところからできたらいいなって思っているんですけど、今回 ST スタジオさんでこういう応募があったので、まだ年齢には達していないんですけど、若いからそれなりのことをまだこれからもできるので応募をとりあえずさせていただきました。呼んでて大丈夫なんですか？あんまり本名ですよね、はい、うん、これ見たことあります？あ、本当ですか？ありがとうございます。マジ？ええー。何ですか？ノノって言うんですか？ノノでお願いします。ああ結構登録者いるっすもんね。そうですね、最近5万8000人まで来ました。めっちゃ気になるよ、ね、普通になんでそれをやめてまで来るんですか？続けててもいいかもしれないですけど、 YouTube 活動はやりつつ ST スタジオさんの会社の方の動画の方とかを手伝いながら、やっぱり自分も有名になりたいので、ST さんがどうやってここまで来たのかとかも直接知りたいなと思って応募しました。怖いもんね。スパイだもん。言ってるそうだもん。まあ、確かに。経歴見ても自分の目的にまっすぐなのが出ちゃってるじゃないですか。はい、だから結構自分の都合で会社の都合が無視されていなくなられる気がしてならないですよ。辞めるのも飛んだことはないですし、うん、そのちゃんと筋は通して辞めてるので、はい、うんうん、なるほど、はい、すげえ意地悪ですけど、はい、じゃあ僕らと一緒にやって有名になって、はい、もし自分もう僕らの力いらないなってなる時も来るかもしれないじゃないですか、うん、そうなったらどうなってますか？力がいらなくなることはないと思ってます。 ST さんもどん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 上に上がっていって、その知識だったりとかも新しいのにどんどんいくと思うんですね。でそういうのも知りたいっていうか、自分でもやっぱ勉強しなきゃいけないところなんですけど、そういうのも共有したしたいなと。10年後自分はどんな姿でありたいですか？10年後はやっぱり自分がなんか早いな自分が生きてて楽しいなって思いたいんですけど、私は高校2年生が何言ってるんだって感じなんですけど、周りを見て、あ、この人はどういう人なんだなとか汲み取るのが本当に得意で、そういう感じで誰かを私の得意を生かしつつ皆さんを支えていったりしたいし、10年後もしもここで私が一緒に働いていなくても他のところでどこかを下で支えることができたらいいなって思っています。じゃあ大輝ってどういう人に見えてます？すごい気持ち嘘つけよ。こいつ一回緊張してるからストレスだし全然喋れない。ちょうどいいぐらい、ちょうどいいぐらい。いや、そうだね、いつも通り。そんな人のこと言わないで。え、あの動画を見ててですか？今は見て、どういう人だろうな。動画の俺しか知らないじゃん。はい、例えば今こうやって飲んで、あの落ち着きを取っているんじゃないかなとか簡単に言うと、優しそうに見えます。
ということで、リホさん、はい、正直なところですね、不合格になります。ただ、希望を持ってほしいところがいっぱいあって、現段階で2年生っていうのが正直なところ、さすがに不安定すぎる。来年卒業するまでにうちに帰りたいのであれば、その期間で編集を覚えていってほしい。さっき言った通り、有名になるっていう路線も、そのキャスティングっていった、キャスティングって分かります？ちょっと出てくる演者の人を用意するみたいな意味なんですけど、それの枠も全然欲しくて、まあ、だからその結局18歳になるまではどちらにしても待たないといけないかなっていう感じがあるので、そこまでにスキルつけて僕になんかアクションをくれれば採用しますって今言っております。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、ののさん、はい、合格です。理由は普通に実績的に能力が保証されてるっていうところだ。うん。またよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。失礼します。失礼します。自己紹介からお願いします。埼玉県から参りました山口亮太です。よろしくお願いします。お願いします。東京都から来ました松本美希です。よろしくお願いします。お願いします。出口はあちらになります。すいません、もう少しイベントめっちゃ来てくれてる人なんで、友達みたいな感じというか、友達すぎるんだよな。ちょっとそれを理解した上での絡みだと思ってください。初見じゃないですよ。初見じゃないよ。一人だけ写真大吉とのやつ。大吉とのやつ。すいません。丸亀慎也と申します。埼玉県から来ました。よろしくお願いします。お願いします。編集できるのが山石さんだけですね。こんなのどういう実績があります？テレビの編集会社に、そこで TBS 系列のバラエティ番組だったりを担当させてもらっています。編集ソフトは何使ってるんですか？とアドビのソフト、プレミアプロとフォトショップ、あとアフターエフェクトなど使ってます。アフターエフェクトはどんな映像が作れるんですか？トランジションだったり、本当に簡単な作業しかできないっていう部分ではあるんですけど、まあ、じゃあちょっとおのおの、そうだね、思いを聞かせてもらいたいと思います。はい、山内さん、はい、自分が表舞台に立つっていうのにちょっと億劫なところがありまして、裏方ならっていうのでテレビ編集会社に働くことになったんですけども、モヤモヤ感が抜けないというか、その自分も演者をやりながら映像でたくさんの人を喜ばしたいっていう気持ちが自分の中にありまして、いい機会だと思ったので、はい、正直言っていいですか？はい、さっき億劫って言ったと思うんですけど、はい、多分表に出ることが億劫とかそういう概念1ミリもないバカしかここにいないんですよ。はい、ここになのでその時点で普通になんかどっちがいいとかではなく、はい、向いてないっていうのは確実だと思うんですよ。はい、なんで編集ができるんであれば、もう裏として YouTube に向かっていくっていう方向の方が合っているんじゃないかなと思うんですけど、はい、自分が応募した理由が、自分が地元にいるときは看護師として仕事をさせていただいてたんですけど、それで人生終わるって考えると他の人と同じだなと思って、上京したタイミングでこの2ヶ月間でオーディションがあるってなると、なんか自分のために抱かれたんじゃないかなと思うぐらい、その衝動で応募させていただきました。先に言っときます。はい、お前のためには出会いじゃないです。はい、行けないです。うぬぼれるな。うぬぼれるな。全然上がってます。まあでも俺編集覚えてこいって言ってなかったっけ？まあイベントの時に編集一回したのを見せたと思うんですけど、覚えてるか見せたんだっけ？はい、アドビとかになるとちょっと操作性が変わってきたり、全く初心者になっちゃうので。なんでアドビ覚えてこなかった？いや、ちょっとやる気がなかった。いや、有料版で高くてちょっと手が出せなかった。出せるだろ。ちょっとシャンパン飲んでるのにな。いや、こっちに来てちょっと生活で精一杯だったので、まあ、そうなかなか手が出せなくて。逆によ、イベントね、多分一緒に言いすぎて荒らしないところとかも僕は知ってるので。すいません。いや、別にそれはいい悪いは置いといて、知っちゃってるので、要はもう受かりにくいわけよ、他の人より。ガッチリブロックされてるわけ。突破します。突破しに行かれてやばいよ。思いはもちろんね、ルキはずっと言ってくれてるんで伝わってるんですけど、
思いは思いなんで、ただそうです、行動でしか覚悟って示せない、うん、今回あの編集が僕はできないっていう感じで応募はしてるんですけど、まあ、この1週間付け焼き場ではあるんですけど、まあ、自己紹介動画とかも作ってみたりとか、車とかバイクも好きなのでそっちのショート動画をちょっと上げたりとか、そういう風に、頑張ってはきたんですけど、これなんで職は転々とするんですか？辞める理由に関してはもう自分の目標を達成したらっていう風な感じで決めて会社は入ってました。車はもういじれるんですか？あ、そうですね、はい、車のバイクは。でもそれだけで友達になってください。あ、もうでもぜひあのインプレッサとか一緒にさせてもらいたい。仕事関係なく仲良くなってもらっていいですか？すごくいじめたいなっていうか、一旦じゃあ特別枠で。でメンバー命なのか、それとも普通に一緒の会社で働くのはいいのか、どっちなんですか？6対4ぐらいで、ぐらい、あの6割メンバー、まあ、揺らぐっていうか、そのありなのかな、私あり。あ、それは大丈夫。ゆっくりと関係値を作って車屋開くタイミングでがっつり転職してもらうみたいなイメージが近いかもしれない。編集多分やらせるっていうよりは、うん、もうそこを任せる方が早い。あ、まあそうだ。でも丸亀さんは異常じゃないの？そうだ、ね、そうだ、ね、決まっちゃっててるから。社員にのすぐ大体では編集を覚えてる。はい、でそれ関係なく普通に車で一旦ちょっと遊んでもらう。はい、一さんの編集がちょっとどれぐらいできるかよくわかんないって、うん、そうね、テストしてみること。タイミングでデータを送って、はい、これをこんな感じで編集してみてくださいみたいな、いきなり送って、はい、それでまた作品改めてもらって、はい、まあ、それでちょっとできそうだったらちらほら一緒に仕事をやってみて、はい、まあ、それで本決定って感じで選べるんです、まあ、メンバーではなく社員の方に行きます、はい、実践してみて判断します。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。俺編集が覚えてこいって言ってなかったっけ？あの、まあ、イベントの時に編集理解したのを見せて、なんでアドリー覚えてこないの？いや、ちょっとやる気がなかった。いや、有料分で高くてちょっと手が出せない。今日言ったの確実に覚えてるから、12月の頭に言ったの覚えてる状態で判断するから、5月のイベントだったら、じゃあ5ヶ月でこんぐらいかなと、12月のイベントだったら、じゃあ1年経ってこんぐらいかな、全部把握してちゃんと見るから、はい、それで本気度まで全部見れちゃうから、バッチバチに入りてんだなって思いまで伝えられる。メンバーで行くんだったら、もっとゴリスター性があってとかじゃないと、あんま表向きじゃないんじゃないか。嫌味で言ってるのと、マジでそいつのために言ってるのっていう2パターンだから、俺らはマジで言ってるのために言ってるって感じだから、言われると自分も気がつかない。逆にそれでもダメだろ。言われるとそれを超えたいと思っちゃう。はい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 、はい、そのままのイメージでいたくないね。そしたらね、それを証明してくれればいいけどね、うん、いい機会だ。本当に負けず嫌いなんだなっていうのも証明できちゃうから、うん、期待終了。期待終了でございます。いや、本当にあの人が多分一番好きですけども大好きでしょうです。待ってるぜ。はい、デート。めっちゃ緊張してるガチなの伝わって。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。割と体を張ることが得意といいますか、虫を食べたり気合と根性とやる気だけはあるので、普通に大気なパターンがある。これは怖いね。ありがとうございます。わらかさの大好きって書いてある。誰かしらを笑わせてくれます。絶対無理じゃない。うちくんだけね、全員一致で話題に上がってたの。もういつおもろすぎねえ。気持ち自信そうなんですけど、お金持ちなんて言うか、そんな生ぬるい気持ちで来てなくて、日本帰るために。おお、帰ってくるために。